はい、どうも、こんにちは。ガゼットのボーカルのルキです。今日は、原宿のキャットストリートの中にある、ですね、ギャラリーアビロスというところでですね、今回、コスメのブランドをスタートさせまして、それの展示会場所に来ております。まあ基本全部、オーガニックの商品なんですけど、自分はまあ香水とかそういうものが好きで、やっぱり一番最初に見るのはやっぱパッケージをよく見るので、まず自分が、持ちたいと思うようなパッケージを作ろうっていうところから始まりました。音楽とこのブランドのつながりという、まあ、今回この会場で流している音楽っていうのは、一応自分で作ったもので、まあ、基本的に CD とかでもそうなんですけど、ジャケットをやるときはこう音と一緒にいつもなんかこうアートワークがいつも一緒にいるもので、なんかその展示会をやるって言った時になんかそういう表現ができるかなと思って、でそれが、ね、こうちょっとガゼットと違う部分で、自分がよく普段聴いてるようなアンビエントの音楽とかとも一緒にこう相性がいいなっていうので、なんかすごい面白いなと思ってやり始めたんですよね。基本的なイメージで言うと、今回の展示会のコンセプトがブランフォレといって白い森というイメージ、さっきのところもそうなんですけど、これは展示会が始まる前にこう大工さんと一緒にこう流木を重ねていって作ったオブジェになります。俺の中で結構アートワークと、音楽とファッションっていうのは絶対同じところにいて、なんかどれが欠けても結局自分はダメだったし、なんかそのバンドやるきっかけもやっぱりなんかそのファッションが好きだったし、そのアートというかそういう世界観も大好きだったし、それにプレスやっぱり音楽が元に根底にあるっていうのがやっぱりこのセットであるから、多分この先もなんかやれ音楽になるとか服だけになるとかね、アートだけになるっていうことはない。うん。